兵庫県の斉藤元彦知事がパワハラなどの疑惑を告発された問題では3年前の選挙で推薦した日本維新の会がおととい知事に辞職を要求さらに最大会派の自民党など4つの会派もあす辞職を申し入れる方針で無所属の4人の議員も賛同することを明らかにしていますこれにより86人いる議員全員が知事に辞職を迫る構図となりましたが 関係者によりますと自民党の内部には9月議会が開会する19日に不信任決議案を提出採決する案が浮上しているということですこれまで辞職要求に応じない構えを示している知事に対し早期の退陣を迫る狙いがあると見られますこうした動きに、に今朝、知事は地方自治法に基づいてあの議会があ